皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェッジとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナル TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。嬉しそうやね今日も。いやちゃんと喋れたから今ちょっと嬉しいこと。え、何？アメ口に入ってるやろ。あ、バレた。ちょっと喉が、喉の調子が。すいません。今、カラーって、歯に当たった。聞こえた。すいません。いや、いろんなところでね、はい、いろんな人々に、うん、まあ、出会いますよね。で、その、なんかこの前からさ、その出会いっていうキーワードがすごい上地の中で。番組で知り合う方もいれば、うんうん、いろんな、まあ、異業種交流会であるとか、うん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 、いろんなイベントであるとかで知り合うんですけど、うんうん、その中で、うん、もう何百人、うん、下手したら1000人超えてる人の中で印象に残る人って、まあ、いるじゃない？いる。で、それもタイプがあって、うん、めちゃめちゃグイグイ来て、うわ、あの人なんやというような感じでこう印象に残る人もいたり、うん、キャラがすごくて、キャラ立ちね、うん、ウェッチ、印象に残ってる、ね、キャラ立ちのウェッチ。僕も影薄いからです。もう何を言ってんのよ。今もうここにボコボコボコってなってると思うで。そういう人とか、うん、なんかこういろんなその印象に残る人がいるんだけども、うんうんうん、今日ねご紹介しようと思ってる人は、うん、はい、なんか何回か会ってるうちに、うん、じわーってこう印象に残ってて、なんか知らへんけど何回か会ってるうちに、うん、住みついた、忘れられへん、ゆうちゃんの中に住みついた、うん、忘れられへん、その存在というか、全然もう印象に残る人。でもちょっとまあまあ最近キャラ変してるけどね。そうそう、キャラ立ち仕掛けてきてるんやね、うんうん、方向性をちょっと絞り込んできたで、いよいよ。そうそうそう、なんかね、なんかあの電車の宣伝出てみたりね、やるね、うん、なんか家族総出でね、うんうん、家族総出でこう揺れてみたりね、いいね、それだけでも見てる人はあーって多分気づかはったと思うわ。そうそうそう、まあ、市バスのね、うんうんうん、ボディに、うん、そのお店のね、うんうん、ああそうね、コマーシャル、うん、おー言うて、まあ、うん、神戸市内三宮やったら、うん、月に五六遍見るね、ね、うん、もうそれがもう刷り込まれてんじゃんね、そうそうそう、そう、もう、あ、あ、また見た、また見たって、めっちゃ嬉しそうやな。そうそう、東口のバス停で、うん、コマーシャルに行きますよ、はい、行ってらっしゃい。おかえりなさい。はい、神宮の東口、あっちゃんそんなんやった？ああ、そうです、ちょっとね、なんか、ご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、モーリーマークの、藤井敦史さんです。はい、よろしくお願いします。いや、あっちゃんちゃう、あっちゃんちゃうわ、そんなこうちゃうかった。そうですね、ちょっとグレちゃったんです、うん、ですよね、なになに、イメチェン、あ、令和になります。なるほど、ちょっとクマちゃんにも見えなくなったけど、ね、クマちゃん、それも、はい、かぶってるんちゃう、キャラ、ちょっとだんだんクマちゃんっぽくなってきたよね、はい、うん、はい、いや、もうフェイスブックでね、うんうん、もうお見かけして、まあ活動、活発に活動してはるっていうのは知ってたんですけども、うん、僕は何が、まあ、一番印象に残るっていうと、うん、もうほんと東口のバスのターミナルのとこで、お店 あのお店の看板、はい、もう月に何回も見るからね、いや、それラッキーですよ、あれだって1台しかないですから、あ、そうなんですか、はい、それ、その何回も、僕もそんなに、そんなこと好きなんや、引き寄せてんねや、そうやろ、ね、うん、心に住み着いてしまったので、そうそう、ありがとうございます。多分そのダイヤがあって、うん、ピタリ当てるのかな、ね、呼び寄せてんじゃん、すごい、はい、ラッキーですね、はい、1台しかないの、 そんだけ引っ張ってくるってすごいね、うん、だから、あの、なんかええことあるんちゃう、ええことありますね、はい、宝くじ買おうかな、はい、私でもあっちゃんで印象的に残ってたの、フェイスブックで見るの、神戸のモニュメントを登らないで掃除してますから、うん、あれがすごい、なんかメリケンパークにあるね、そうそうそう、ミー神戸のモニュメントですね、あれがすごい印象的よ、はいはい、毎月お掃除してます。モーリーマークって言ったら、うん、どんなお店やって、はい、見てる人わからないじゃないですか、うん、そうですね、モーリーマークって何のお店なんですか？はい、まあ、一番わかりやすいのはトロフィーを売ってる店です、ね、あ、トロフィー、はい、
そのなんか優勝した時にもらう、はい、贈呈するやつです、はいはい、であとはまあ増加増加、はい、これがまあ一番分かりやすい香港フラワーっていうやつですね。そうそうそう、はい、用紙ありますね、そうです、輸入してましたからね、香港フラワー。そうなんですね、あ、じゃあお世話になってたかもしれない。そうですね、そうです、はいはい、そうだからまあトロフィーと増加とか、ね、なるほど、やってます。トロフィーってそんなに需要があるもんなんですか？やっぱりね、いろんな式典とかあったりするし、うん、はい、でまあ、あのなんせ、まあ、僕的にはでもそれでもやっぱりだんだん減ってるなっていうのはあって、うんうん、昔聞いた話はボーリングブームとか、そう、ボーリングの時はひっきりなし、そう、はい、ボーリングの時は必ずトロフィーなかったら、うん、あのボーリング大会、うん、成り立たへん、ね、でしょ、うんうんうん、でもまあそこまで今はもうないし、うん、で、はい、すね、はい、ね、あのボーリング大会の時に優勝からこうトロフィーが並んでるだけでテンションみんな上がるんですよ、うん、そうそうそう、今もだからメダルはやらないの？あ、メダルもありますよ。あ、メダルももちろんもちろん、うちはあの息子サッカーやってて、やっぱ MVP で一、はいはい、人絶対大会でもらえるじゃない、あれでは結構馴染みが、そうですね、あ、もちろんメダルもあります、ね、だトロフィーもカップもメダルも、うんうん、いろんな種類が、まあ、あるんですけど、でまあ、だんだんやっぱ使う人が減ってきたっていうことで、うん、でまあいろいろ考えたんですよ、考えた、僕はあのお婿さんなんで、考えた、お婿さん後継者としてね、マスオさんだったんですか？そうです、マスオさんなんで、あのやっぱもっと頑張ってトロフィー売らなくちゃ、ね、どうやったら買ってもらえるかなと思った時に、うん、あのトロフィーって自分のために買わないじゃないですか、買わない、僕のトロフィーくださいって来ないでしょ、うんうんうん、でやっぱなんかこうそれを贈呈して、うんうん、褒める時に、誰かを褒める時に使う商品やなと思ったので、なるほど、ね、褒める人がもっと増えたら、うん、トロフィーもっと使ってもらえるんじゃないのという、すごいもう安直のね、めっちゃいいじゃないですか、はい、ね、今の聞いた時に私はじゃあパパに父の日とかに、そうそう、もうそうなんですよ、ね、まさしくそれで、うん、はい、あの僕それを、まあ、もっとじゃあね褒める、うんうん、お披露目るのにどうしようって、うんうん、いろいろ考え、褒め活してるんですね、そうそう、褒め活をしてて、で、まあ、どんなんしたらいいかって、あの手この手いろいろ考えてやったんですけど、うん、まあ、なかなかうまくいかない中で、うん、あの一つ今も10年続いているものがあって、はい、それが、神戸イクメン大賞っていうのを2010年から、はい、やってまして、そう、もうそしたら今年で10年目、10年目、はい、ね、満10歳になりました。どういう選考はどういう基準でやるんですか？うん、まあ、最初はね、はい、トロフィーを使ってっていうことを思ってたんで、うんうん、1位を決めてって思ってたんですよ、うんうん、でまあ、最初何をしたかっていうと、うん、全国からイクメンのエピソードをまあ募集して、うん、10年前やからまたそのイクメンっていう言葉も出てきたばっかりの頃だったんで、うん、流行語大賞になった年だったんでね、うん、まだまだ知られてなかったから、うん、じゃあどんな人がどんな風にイクメンしてるのかっていうのを募集したんですよ、うん、でそれの中から選ぼうと思ってたんだけど、うん、来れば来るほど、うん、まあ、僕自身も子供がいて、まあ、自称イクメンなんで、うんうん、もう本当どれも良くて選べないって、選べないね、そう、でしかも1年目から140件もすごい募集、そんなに来たんですよ、すごい、しかも北は北海道から、南は岡山ぐらい、すごい、で2年目でも募集したんで、もう沖縄っていうか九州から、すごい、もう津々浦々からね、来たんです、でまあ、すごいたくさん来たんですけど、で次戦他戦問わずで、うん、あの自分こんなに頑張ってますっていう人もあれば、うん、あのうちの主人はこんなに頑張ってくれてみたいなのとかあって、うん、もう選べないってなって、で、あのでもまあやっぱりやるからにはと思って、うん、じゃあ、全員のエピソードをまあそうやって紹介して、うん、であの全員を認定しましょうということでやりまして、全員を認定、認定しました、応募者全員、はい、あのもうあなた神戸イクメンですよっていうふうに、まあ、認定するっていうのをやりました、はい、なんかイクメンの日っていうのも、うん、そうそう、あの、ね、そうなんですよ、最初はね、あの、うん、イクメン大賞っていうことで、まあ、認定をやったんですけど、まあ、今も認定はまあしてるんですけど、うんうん、で元々のその、コンセプトとして、うん、イクメンって言っても、うん、まあ、やっぱりお父さんばっかりにこう光当たっちゃうとね、はい、まあ、お母さんどないやねんみたいなことがあったり、うん、あとあの子供さんでも、うん、親御さんとこう、まあ、事情があって住めなかった、うんうんうん、いろんな立場の子がいると、うんうん、で、あのじゃあ、うん、ただのイクメンじゃなくて僕らのやるイクメンは、うん、神戸イクメンっていうちょっと定義を作って、うんうん、で育児に関わる全ての男性を神戸イクメンと呼ぼうということで、でだから子供に関わるのは別にお父さんだけじゃなくて、うんうんうん、近所の八百屋のおっちゃんとかね、うん、雷親父とか、まあ、いたらええやんと、なるほど、ね、でだ自分に子供いなくても、うん、身の回りの子供さんと関わっていこうよと、うん、でまあ、それがきっかけで地域つながったりしたらいいなみたいなことでやってて、最近ね、なんか他人の子供を叱ると、うんうん、はい、そのお父さんからしたら、うん、あの
ランドセルにこうブザーつけててね、気軽に声かけたらもう急にブザー鳴らされちゃったりしますよね。そう、昔やったら世知辛い。そうなの、昔やったら近所のおっちゃんが、お前そんなことしたらあかんぞとかって怒ってくれてたのが、それができへんような中になってきてますよね。でやっぱりそれはちょっとどうかなっていうのもあって、で4年目から、まあ、10年やってる4年目からはちょっとタイトルを神戸イクメン大賞から神戸イクメンの日っていう風に変えて、でそういうこうみんなで子育て子供に関わっていくっていうのを考える日にしようっていうので10年、まあ、続けて、まあ、毎年父の日にイベントしてるんですけど、そういうのを続けてやらせてもらってます、はい、10年続くってすごいですね。ね、続いちゃって、まあ、なんか振り返ると続いちゃったなっていう感じですね。だ今年も父の日にやって、はい、で10年振り返って、はい、まあ、いろいろ結構あんなことしたなこんなことしたなっていうのを思い出すんですけど、でも本当あっという間の10年でした。すごい発想が面白い。ありがとうございます、ね。うん、今の話聞いて私うちのサッカー部のコーチにあげたいわ。ああそうそう、いいんです、ね、だからそういうこと、うん、だからやっぱりね、普段なかなか褒めるってこうお互い照れくさくて言えなかったりするじゃないですか、うんうん、でもやっぱこう何かの時に感謝の気持ちを、お母さんたちからしたら、ね、こうやって一生懸命子供のためにそうですよね、ボランティアできてる、うん、まさしく神戸行くんですね。そうですよね、うん、来年絶対それ、はい、ぜひぜひ、はい、うん、そう、そんな感じでやって、まあ、そもそも僕自身の、はい、まあ、イクメン体験というか、うん、ちょうどやり始めた2010年に、うん、3人目の娘、うち3人娘なんですね、はい、3人娘、そうそうそう、女4人に囲まれてね、日々だんだん狭くなって女系なんですよ、ね、本当にね。そう、じゃあまたお婿さんが来る可能性があるってことですよね。そうそう、いや、まあまあそれもまたよしやと思ってるんですけど ね、 ね、 本当にね。そうで、まあ、3人目の娘がちょうど2010年の1月に生まれて、うん、で、時短勤務、はい、まあ、1時間早く、うん、仕事切り上げて、はい、上の子供たちを迎えに行くっていうのをやってます。素敵。そう、うん、でもまあ結構大変やったんですよ、はい、ね、たったね、たった1時間やけど、うん、やっぱりでも、うん、お母さんすごいなっていつもそれを思い出すたびに思うんだけど、うん、そう、でも結構大変で、なかなかね、なんていうかな、大変なんやけど、うん、まあ、お母さんからしたら当然当たり前やし、うん、なかなかこう報われないっていう感じもしたと、うん、あとお迎えってその頃、はい、お父さんほとんどいなかったんですよ。今は結構いると思うんですけどね、うん、もうイクメンだいぶ増えてきたと思うけど、うん、当時は本当少なかったんで、都会はそうでしょうね、だから周りのこう、うん、お母さんの目線がちょっとこう刺さるというか、あのお父さん働いてるわけですよね。まあ別に言われたわけじゃない、完全にまさしく被害妄想なんですよ、うん、なるほど、そう、そんなんもあって、私ら淡路島やからね、漁師とか農家やから、みんなおじいちゃん来たり、でもそういうのがいいわ、やっぱり、うん、お父さん来たりお母さん来たり、思います、うん、そうそう、だそういうのをやっぱり都会でもしていきたいな、うん、だから都会ってやっぱりそんな感じなんやなっていうのが、やっぱりね、ひしひしと伝わりました。そう、働き方も違うんでしょうね、うん、神戸がね、うん、そういう雰囲気の街になってくれたら嬉しいよね、うん、そう、だそうなってほしいなって、僕自身、うん、神戸生まれ神戸育ちで、うん、まあ、ずっと神戸で、まあ、過ごしてきたんで、うん、自分の街がね、もっと良くなったらいいなっていう気持ちもあって、まあ、それを広めていく、うん、僕も神戸生まれっていうか、もう、はい、西の方の、あの、須磨国月見山なんですよ、ね。ああ、なかなかの。で、しかも月見山商店街の中。へえ、いいなんで、商店街の中で、まあ、端から端まで歩いていくとお腹いっぱいになる。ああ、で、やっぱり声かけられたりね、するっていうのは。ランドセルちょっと帰る道中に、ずーっと果物屋からずーっと、こう、肉屋からこう、帰ってくる間に、結構もうおやつ食べて死んだくらいにお腹いっぱいになる。前菜からデザートまで行けるね。めっちゃいいやつ。いやいや、いいわ。だそういうのはやっぱり、あの、取り戻すっていうとあれですけど、うん、まあ、そういう風になっていったらいいなと思って、で、まあ、自分自身がそうやってこう、なんていうか肩身狭いって言ったら変なんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとその周りの視線も気になるし、うんうん、みたいな。で周りに、はい、まあ、ちょっとそういうフリーっぽい仕事をしてるお友達とかのパパともに聞いたら、やっぱ同じように周りの目線気になんねんみたいな話があったんで、じゃあそういう人たちを表彰して、まあ、認めて、で、そういう人たちもいるんだよっていう風にできたらいいなと思って始めたんで、でももうほんま当たり前になりましたよ。当たり前よね、はい、うん、都会でも結構やっぱりその、まあ、いわゆるイクメンっていうのも当たり前になっていたし、ね、だからまあ言うたら育児休暇を男の人が取れる世の中になりつつありますもんね、うん、いやもう割合もやっぱ全然増えてるし、うん、ね、取れるんやったらみんな取りたい、ね、そんな風になってきてるみたいなんでね、うん、まあ僕はそのちょっとしたきっかけになったらなっていうぐらいでまあやってきたけど、うん、もうでも本当当たり前にすっかりなりましたね。で、まあ、地域でそのみんなで子供を見るっていうところはもうちょっとまだまだ、うん、するべきこともあるかなと思って、うん、最近はね、あの、もう全員小学校、それから上の子は中学校行ってるんですけど、はい、あの小学校の見守りを、あ、なるほどね、して、まあ、もう言っても子供らと一緒に登校して朝ね、うんうん、
で、しばらく横断歩道のとこで行ってらっしゃいって言ってしてるんですけど、なんかずっと通学路のお家に、チラシっていうかポストに入れて、子供たちが登校する時間帯と下校する時間帯に、玄関の、植木に水やったりするのを合わせてくれて、その外に目を向けてくださいねっていうのをチラシ入れたりしてるところの地区があって、考えやなと思って、ね、ほんとちょっとの時間でも全然 ね、うん、いいしね、その時間にそれを合わせることによって人の目があるとやっぱりね、子供たちもね、安全やし、でいつものおっちゃんおばちゃんみたいな感じ でそういう人らと、まあ普段たまに会った時に挨拶、それやったらブザーも鳴らされずに、あの時のいつもの知らん人はね、おはよう言うて言いながらね、学校行くなんて光景やないですか、めっちゃいいじゃないですか。最近僕が思ってるのは、まあいろいろ悲しい事件とかもあるじゃないですか、事故とかもあるけど、でまあそういうの見ててあーって思うけども、まあ自分がその何ができるんやろうって思った時に、まあちょっとした知り合いを身の回りに作っていく、でまあ僕自身もそうやし、まあそういうことをちょっとまあイベントとかで訴えながら、でまあまあもう挨拶するだけでもいいじゃないですか、でまあ子供最初の頃は帰ってけえへんけど、まあそれももういい、別にもうこっちから勝手にしてるだけでも、そのうちいつも挨拶してくるおっちゃんになるし、まあ今やったら見守りしてるから、あの横断歩道のとこにおるおっちゃんやなっていう感じになって、でまあお互いちょっとしたまあ知り合いになっていったら、まあなんかなんとなくね、地域もつながっていくし、であまりガチガチはしんどいですけど、それぐらいの緩い感じで、自然とこう薄くつながっていく感じになって、でも見守り最近そうやって始めたら、結構地域のまあ特にやっぱ女性が多いですけどね、おばちゃんらが結構立ってくれてたり、あでもおっちゃんもおるな、だからまあそういう人たちってまあやっぱいるんでありがたいなと思いながら、まあちょっとでも遠いんですか、結構ね坂なんですけど、こう登っていくんですよ、だからまあ割と信号も3つぐらい越えていかないといけないとか、まあまあそんなめちゃくちゃ遠くはないけど、やっぱ子供らからしたら登るんですよね、半もだん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 伸びていってね、うん、そうね、うん、なるなる、だもうで信号を越える頃にはなんか班長さんさっき言っちゃってああみたいなそうやね、まあまあ、でもそんなも見守りながらやってますけどね、昔はそんな見守りとかもなかったですけどね、まあね、もうみんなもう知ってるから ね、普通にね、だってその商店街ですもんね、そうそう商店街なんかやったらずっと言ったら、え今日誰々の子帰ってきてないな、どこだかで道こそ食うてるんやろかって言うたら、ああどこどこ広場で遊んどったでとか言うて、誰かがこういう自転車通りながら、でもね、なんか最近、まあ、さっきちょっと言ってくれた B 神戸のモニュメントのお掃除も、毎月やってるんですけど、もう1年ちょっと経ったんですけどね、でやってて、まあ、まず毎月第1月曜日の朝9時からやってて、でそんな行きにくい時間と思いません、思う行きにくい時間やと思う、ね、そうでっていう時間やのに、今ではだいたい毎回10人ぐらい来てくれるんですよ、すごい、まあ、小1時間お掃除するんですけど、10人ぐらいで毎回来てくれる、まあ、レギュラーというか、みたいな人もいれば、入れ替わり立ち替わり、なるほど、ね、はい、で Facebook でまあお知らせしてる、それ見ましたみたいな感じで、たまたま休みが重なったんでみたいな風に来てくれる人もいるし、でそうやってるとなんか緩いこうつながりができて、みんなもうバラバラのとこから来てるんですけど、なんかこんにちはみたいな感じになって、なってくるし、で面白いのがそういう行きにくい時間やから、もっと行きやすい時間やったら行けるのにっていう声が Facebook に出てくるんですよ、掃除ですよ、ね、みんな行きたい、掃除に行きたいって言ってくれるってすごい面白いなと思うんですけど、でまあそういう声がまあたくさんあったんで、去年の秋に2回、でこの間5月に1回、夕方から、まあ、してみたんですよ、でそれも、まあ、Facebook でイベントを作って呼びかけて、で、まあ、朝来てる人も、まあ、当然来てくれたりするんですけど、去年秋した時は2回とも40人ぐらいかな、すごいってもう吹くとこないないですよね、もう僕なんか1個も触らんと指示だけ出して、ああこっちみたいな感じでやってたんですけど、すごい、でこの間5月にやった時は、まあ、ちょっと季節も良くなって、で明るくもなってたから、60人集まって、60人、そうなんで、みんな引き締めにあって、手持ち無沙汰になって、まあ、もうモップでもかけとくかみたいな感じで、そうですね、そんな感じで、まあなんかでも、なんでしょうね、神戸って結構
まあ、地元好きな人は神戸だけじゃないけど、うんうんうん、でも分かる気がします。多いし、うんうん、でなんか美神戸ちょっと話題にもなりましたよね。そうですね、うん、そうそう、まあ、のぼって記念撮影するっていう、うん、ちょっとマナーどうなのみたいなで、実際あれちょっと危ないんですよ、登るとブラブラなの、ね、中がこう空洞で張り合わせてあるんです、うんうん、そうなんや、そうそう、だからボコってなっちゃう、そう、荷重に耐えられない、耐えられないっていう、だから実際、何回かこう外れちゃったところを補修したりしてて、うん、今年の、2月、3月かな、うん、ぐらいにはあのもう一回改良っていうかちょっと補強したりもしてて、まだ2年経ってないんですけどね、できてから、なんかもっと前からあるイメージですもんね。ものすごい人気で、ね、インスタグラムとかで見たら、うん、ハッシュタグ B 神戸っていうので探すと、うん、もう10万件ぐらい結婚式の後、すごい10万件、ね、結婚式の後あそこで、あ、そうですね、新郎新婦写真撮ってますもんね、撮ってる、前撮りしたりもしてますよ、うん、この間も見ました、掃除の前にちょうど来てはったから、ね、じゃあ今から掃除なんか早く撮ってくださいみたいな感じでいたし、だ撮影もすごい撮影スポット、ねね、いつ もめっちゃ並んでるし、ね、並んでる並んでる並んで撮りたい、並んで撮る、でもなんか登っちゃうのは良くないけど、うん、でもそこできっちりみんな並んで、そうそう、順番にで、しかもあの、うん、自分たち撮ってもらいたいから、うん、次の人がじゃあ撮りましょうかみたいな感じで、順番順番、まあ、すごい、まあ、うん、いい感じなんですけどね、うんうんうん、で、まあ、僕らが掃除してることが、うん、まあ、Facebook 載せたり、うん、あと、まあ、ちょっと新聞で取り上げてもらったりとかして、うん、そしたらなんかこの間もあの、まあ、気になんか見に行くじゃないですか、はいはいはい、もう見に行った時に並んでるところからこう聞こえてくる声で、うん、あれ登ったらあかんねんって壊れちゃってんてみたいなことを言ってる人がまあ中にいて、うんうんうん、あ、なんかじわじわ浸透してるんかなと思って、まあ、神戸の人たちは大切に思ってますもんね。そうですね、うん、そうなんですよ、なんかそういう気持ちがこうねこもって、なんかもうちょっとお地蔵さんをこう磨いてるね、なんかね、そんな感覚になってきたんかなと思って、ね、だってポートタワーと肩並べるぐらいの、うん、そうです ね人気ですもんね、なってきましたよね、そうそう、だからまあ、あの引き続きこんなこともできたらいいなと思いながらやってます。いやでもあっちゃんが関わることってめっちゃハッピーな循環が起こっていってますよね。まあ努めてハッピーすごいね、そうすごい、うん、はい、そうそう、うん、まあ捉え方じゃないですか、なんでも、うんうん、だから極力いいように捉えるように、うん、なんかね、選手のカレンさんといい、あっちゃんといい、ね、ニコ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 ね、うん、今日はね、うん、そういう人をね生きてもらおうと思って、伝われば嬉しいです、めちゃくちゃ伝わりますよ、ありがとうございます、楽しいやろうなって、いや楽しそうやな、楽しそう、本当に、はい、楽しんでます、うん、日々、うん、すごい、なんか全然疲弊した感じが全く伝わらないですもんね、そう、まあ、ね、うん、はい、楽しすぎて大丈夫かな、自分みたいな、すごいな、え、ところで、うん、あの T シャツはもう作れるようになったんですか。T シャツ、鋭意準備中ですけど、まだ片付けなあかん、そうなんですよ、何ですか T シャツって、うん、あの、まあ、これはちょっと別の方法で、うん、機械もね、自分好きすぎ T シャツなんですけど、うん、あの、うん、機械を入れて、はい、あのもうちょっとしたら T シャツを、自分でも作れるようにしたいなと思って、B神戸のやつなんかも作れるんですか。はい、あの試作で1個作りました。あ、そうです、はい、僕だけが着てる、うん、僕だけ、はい、あ、僕も欲しいな、ちょっとデザインをしたりもするんでなるほど、はい、あの B神戸クリーンアップっていうのをやってるんですけど、その先、はいはい、それのスタッフ T シャツを作ろうかな、あ、素敵、ちょっとねエプロンがいいんちゃうかなと思って、あ、なるほどね、上から着るし、ええね、それも、うんうん、確かに着替えやすい、そうですね、で掃除っぽいし、いや優しいな、ま、そんなとこ着替えも細かいところまでね、まあ、そんな楽しいお話でいきましたけど、はい、一旦ちょっとコマーシャルいきたいと思います、はい、いってらっしゃい、シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット、TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。おかえりなさい。はい、では3分間のフリー、告知フリーエンドトークです。どうぞ。はい。もう本当生まれも育ちも神戸っ子で、42歳になるんですけども、42年間ずっと神戸にいて、神戸大好きなんで、でも本当数えきれないほどの神戸のプロジェクトに、うん、あの関わらさせてもらって、この毛利マークに帰ってきてからちょうど10年ちょっとなるんですけど、うん、はい、たくさん関わって、でなんかそういうのって T シャツでこう揃いのやつ、うん、まあ、さっきね T シャツくらい話しましたけど、はいはい、揃いの T シャツとかでみんなスタッフ T シャツとかあるじゃないですか、うん、もうそれももう数えきれないぐらい、もう引き出し1個があのそういうスタッフ T シャツで埋まるぐらいの感じになってて、はい、でまあ、それがちょっと
紹介しきれないし、なんかもういっぱいになってきちゃって、うんうん、なんかちょっとあの整理したいなって最近思ってるんですよ、うんうん、まあ、別にやるとかやめるとかじゃなくて、うん、はい、なんか自分ってどういうことしてきたのかなみたいなこととか、うんうん、今どんなことしてるんだろうなみたいなこと思ってて、で、それとはまた別にずっとラジオっ子で中学ぐらいからラジオをよく聞いたり、はいはい、であと、まあ、あのさっき言った神戸イクメンとかで PR のためにちょっとね、ラジオゲストで出させてもらったりとかしてるんですけど、すごいラジオが好きで、はい、ラジオもしたいなみたいなことが、うんうん、まあ、あって、 でもあんまりこうプロのちゃんとしたとかじゃなくて、うん、まあ、もう本当個人的でもいいからしたいなみたいなふうに思ってて、うんうんうん、でちょうどその、ラジオしたい気持ちと、うん、そのいろんなことやってるの整理するぞっていう気持ちがバチッとあって、はい、今ちょっと毎朝、はい、平日の朝、はい、8時半、まあ、会社が始まる前にちょっと早めに行って、はい、ツイキャスって言って、はい、ネットでね、あのできる、うん、動画配信で、はい、まあ、動画じゃなくてもラジオ配信で、うん、音声だけで、はい、神戸っ子あっちゃんの、はい、自分探しラジオっていうラジオを毎朝やってまして、うん、細々と、はい、で、まあ、そこで、うん、まあ、僕の自己紹介とか、うん、僕のキャッチフレーズを募集するとかもやったりしてるんですけど、そうそうそう、っていうのをまあやりながら、うん、あとその自分が関わったものを紹介するっていうことをして、うん、まあ、それを通して神戸のいいところみたいなのが、うん、まあ、僕も一応そういう風にしたいと思ってやってるから伝わって、なんか神戸がより楽しくなるヒントが生まれたらいいなと思ってやってるんで、うん、ぜひその神戸っ子あっちゃんの自分探しラジオを、ね、聞いてみてもらえたら。YouTube にもアップされてる。そうですね、うん、アーカイブして、過去の動画を、うん、それは、はい、神戸っ子あっちゃんの自分探しラジオっていうチャンネルを作りました。チャンネルがあるんですね、はい、チャンネルを作ってやってます。チャンネルを登録してもらって、うんうん、はい、ぼつぼつアップしていってますんで、ね、もうね、20回超えて30回ぐらいになっていこうと、毎朝やってるんで。あ、毎朝すごいね、はいはい、そうなんですよ、楽しくて、すごいコメントをいただいたりもそれも楽しい、それがラジオの良さだなと思いながら、はい、個人的にですけど、はい、個人的かつ他力本願にやってるっていただいたコメントで、はい、でお店のこととか、うん、神戸イクメン、はい、神戸あっちゃんの自分探しラジオ、はい、これ、うん、モーリーマーク神戸イクメン、はい、神戸あっちゃんの自分探しラジオで、はい、キーワードで検索してください。そうですね、はい、出てきます、はい、で Facebook もやってますので、Facebook は、はい、藤井敦史で検索していただくと、はい、Facebook にいたします。はい、はい、盛りだくさんですね。そうです、ね、これから紹介しきれないでしょ、どんなことをやっていくのかが、どんどん活躍していただいていただく、ありがとうございます、はい、またぜひ来てください、はい、ね、またね、はい、いろいろね、楽しみにしてます、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。